はい、歴代天皇を雑に見るだけの動画、えー、今回は江徳天皇を見ていきたいと思います日本の第36代天皇在位が645年か654年意味名は狩る飛鳥時代だがその在位中には浪の宮に宮廷があったことから後世その在位時期をその政策後世でいうとこうの大化の改新などを含めて 長という別称で称されることがあった30代美龍天皇の孫で押坂の彦人の大江の巫女の王子絹の大君の長男母は第29代金明天皇の孫で桜井の巫女の王女霧姫の大君先帝である皇玉天皇の同母弟天智天皇中の大江の王子 橋人の姫御子天武天皇これ大天の王子の叔父ですねでそれで姪の「の橋人の姫巫女」を皇后にしたと阿部の内間の娘のおたらし姫を妃として有馬の巫女を設けた他に指示は確認されていない蘇我倉山田石川村の娘の血のいら詰を妃とした えー「蘇我の蔵山田石川丸」ってもう響きが面白いね「えー、日本書紀の表によれば天皇は仏法を尊び神道を軽んじた儒者を好み紀賤を問わず敷居に音勅を下したまた蘇我のイルカを避けて摂津の国三島に引き,とも引きこもっていた中富の鎌子後の藤原の鎌足が 即位前のカルノミコ時代に接近していたことが知られる。えー、皇極玉天皇4年645年に一子の変が起きると翌々日に皇玉天皇は中大江の王子に位を譲ろうとした。中大江は辞退してカルノミコを推薦した。カルノミコは三度辞退して34代上明天皇の第一王子である 古人の大江は蘇我のイルカの推薦で次期天皇と目されていた人物だったのでイルカが排除された状態で行為を受けることはできず辞退して出家した14日のうちに皇玉天皇から上位を受け彼の御子が即位した大君の上位は前代未聞であった前の大きである皇玉天皇に すめみおやのみことという称号を与え、中野王江を皇太子とした。安倍の内丸を左大臣に、蘇我の倉山田石川丸を右大臣にした。中富の鎌子、藤原の鎌足を内心とした。すめみおやのみこと、皇太子とともに軍心を集めて忠誠を誓わせた。史上初めて元号を立てて、大化元年とし、 大化六年六百五十年には改元し、白紙元年とした。日本書紀が伝えるところによれば、大化元年から翌年にかけて。高徳天皇は各分野で制度改革を行った。この改革を後世の学者は大化の改新と呼ぶ。この改革につき、初期が引用する改新の詔四条のうち。第一条と第四条は後代の。 完成を下敷きにして改変されたものであることが分かっているこのことから初期が述べるような大改革はこの時存在していなかったのではないかという説が唱えられ大化の改新論争という日本史学上の一大争点となっている高徳天皇の在位中には幸栗百済新羅からしばしば死者が訪れた宝漁、えー、後も三国から調子が派遣されている 従来の百ののかに朝鮮半島で主政に立った新羅も死者を送ってきた日本,の日本国の北の、えー、恵美氏に対してはぬたりの策岩船の策をえ越野国現在の福井県と山形県の一部に築き、えー、策庫、えー、城柵を維持するためにその中が周辺に置かれた人々を置いて備えた 知るように見える上作と作古の初めである。他に「兵と呼ばれる行政区画単位の整備や遣唐使派遣を行った。高徳天皇は浪速ながらの豊崎の宮、大阪市中央区を造営し、そこを都と定めた。この宮は長安京に模した日本で最初の登場である。白地4年年に 皇太子中之上の王子が大,大,大君に対して和京明日香に置かれた旧都に移ることを求めた大君がこれを退けると皇太子は住み親の子と皇后端人の姫御子大天の王子を連れて、えー、和に赴いた和は奈良県ですね臣下の大半も皇太子に従って去ってしまい 気を落とししたた大は翌年年病気になって崩御した去年59歳以上在位10年の光徳天皇の知性を見てきた、えー、絶,大絶大な権力を持っていた曽我の恵美師イルカ親子が排除され中野大江の王子とその取り巻きである中富の鎌平の勢力が強大化した時代であったとただし 特に中野上の王子におもねったわけではないようで、まあ、重心にね曽我氏の縁者あの蘇我の倉山田石川丸ですねを登用するなどしていると気を遣う相手は変わっただけで、まあ、天皇独自の政策を打ち,出す打ち出しにくいというのは変わらなかったようだとその中で東アジア情勢の変化と国内の蝦夷の地に対する政策が主だった。 最後はなぜあの飛鳥ではなく何和で式を取ることにこだわったのか、えー、三捧の地も大阪にあ,あると、えー、祖父の押坂の彦人の大江の御子、えー、父親の絹の大君みの墓所は奈良にあるんですが、えー、なんであの大阪にこだわ何和何和の地にこだわったのかが。 ちょっとわからないですね少しでも政治を主導した証が欲しかったのかどうなのかわからないですね、えー。独裁者をはじめどんな強大な権力を持つ者でもあ誰かの顔色は見なくてはいけないのに、うん、権力者は誰よりも力を持っているから孤独で下の者に誰よりも気を使わなくてはいけないっていうんですよね。あの童話みたいにあのそんなあの 王様になったからふんぞり帰ってられるかって言ったらまあそうでもないだろうっていうのがね、うん、数年間は、まあ、贅沢三昧できるかもしれないけれどもその反動はね絶対帰ってくるからなっていうしかもそれが自分の代じゃなくってその子孫の代に帰ってきたりするからまた厄介なんですけどね、えー、これからも雑に歴代天皇を見ていく 聞きますけれども神聖だろうがあの陰性だろうが、まあ、ちょっと自由気ままにやっていたとは実際ちょっと思えないんですよね。えー、まあ、ねうんまあ、さておき高、えー、徳天皇旗の世界はヨーロッパから順に、えー、成長中のフランク王国西ゴート王国ランゴバルト、えー、ギリシャに東ローマ帝国 オリエントはイスラム勢力の征服復帰が始まり、東はアフガニスタンから西はエジプト周辺まで支配領域を伸ばした。そして地中海の覇権をめぐって東ローマ帝国と争うことになると。インドはバルダナ朝が滅び、ラージプート時代と呼ばれる軍友割拠の時代になる。中央アジアは西突厥が奮闘。大陸の東欧朝は勢力を広げ、北方に展開していた。 哲禄やキル,キルギスを飲み込みさらに拡大していく半島は三国時代末期アメリカはテオティワカン文明マヤ文明ナスカ文明が存在し,存在したはい次回は第37代西明天皇を見ていきます今回はここまでです